話がある。なぜ逃げる？止まれ！よせ！まだ間に合うぞ。殺したくはない。諦めろ。よし、一騎打ちを申し込む。この俺と。ああ、やるしかねえんだ。望みならば受けて立とう。痛くねえ、降参だ。すまなかった。お前は何者だ。何者でもねえ、どこにでもいるただの百姓だ。お前は武士の名を語り、その名を汚した挙句、あの女衆を騙しておったのだぞ。分かってる、頼む。五将だから殺さないでくれ。集落には二度と戻らねえ。行け。次にその鎧姿を見かけたら容赦はないと思え。知れ者め。女衆にも知らせねば。
女衆にも知らせねば。
Merci fürs Zuschauen und see you next time.知らせねば。
Hup.
様、お戻りで。神禄は武士ではなかった。騙されておったのだ。ああ、聞いてしまったのですね。知っておったのか。害はなさそうですし、私らも退屈していたのでね。殺したのですか。生きておる。だが戻ることはなかろう。では戦に行ったとでも広めておきましょう。あいつがいなくても楽しくやっていきますよ。下に向かおうと思って、ここに逃げてきたやつ。